ウイルスベクターは分子生物学研究において遺伝物質を細胞に相達するために一般的に使用される遺伝子の運び屋であるベクターのうちウイルスをベースとしたもの生体誘致または細胞培養で利用できるウイルスは感染した細胞内でゲノムを効率的に輸送するために特殊な分子メカニズムを進化させてきたベクターによる遺伝子や 他の遺伝物質の送達は、形質導入と呼ばれ、形質導入された細胞は、形質転換体と呼ばれる。1970年代からこの機構は、分子生物学において利用され始めた。ポールバーグは、バクテリオファージラムダ由来の DNA を含む、改変 SV40 ウイルスを培養している猿の腎臓細胞に感染させた。 ウイルスベクターは分子生物学研究での利用に加えて遺伝子治療やワクチンの開発にも利用されている。ウイルスベクターは特定の用途に合うように改変されているが一般的にいくつかの重要な性質を共有している。ウイルスベクターはもともと分子電学実験のための DNA を直接導入するトランスフェクションの代わるものとして開発された。 従来の遺伝子導入法と比較して、ウイルスベクターによる形質導入は、細胞の生存率に深刻な影響を与えることなく、ほぼ100%の細胞を確実に感染させることができる。さらに、一部のウイルスは細胞ゲノムに組み込まれ、安定した発現を促進する。タンパク質を高度する遺伝子は、特定のタンパク質の機能を研究するために、一般的に、 ウイルスベクターを使用して発現させることができる。GFP などのマーカー遺伝子を安定して発現するウイルスベクター、特にレトロウイルスは追跡したい細胞とその子孫をするために、恒久的に標識するために広く使用されている。例えば、異種移植実験でインビトロで感染した細胞を宿主動物に移植した際などに利用される。遺伝子の挿入は遺伝子ノックアウトよりも 安価に実施できる。しかし、サイレンシングは時に食い的であり、他の遺伝子にオフターゲット効果をもたらすことがあるため、信頼性の高い結果は得られない。動物宿主ベクターも重要な役割を果たしている。遺伝子治療は、病気の発症に関与する、血管遺伝子を修正するための技術であり、将来的には、遺伝子治療は、重症複合免疫不全症、脳構性繊維症、 血友病 A などの遺伝性疾患の治療法となる可能性がある。これらの疾患は特定の遺伝子の DNA 配列の変異に起因するため遺伝子治療の臨床試験ではウイルスベクターを利用してこれらの遺伝子の変異していないコピーを患者の体細胞に送達した。遺伝子治療の研究室での成功例は膨大な数に上ったがウイルス遺伝子治療には広く使用される前に 克服しなければならないいくつかの問題がある。ウイルスに対する免疫反応は、標的細胞への遺伝子の送達を妨げるだけでなく、患者に重篤な合併症を引き起こす可能性がある。1999年に行われた初期の遺伝子治療の知見では、アデノウイルスベクターを使用して治療を受けたジェシー・ゲルシンガー氏がこれにより死亡した例がある。 ガンマレトロウイルスのような一部のウイルスベクターは、宿主の染色体上のランダムな位置にケノムを挿入することから、宿主細胞の遺伝子機能を妨害し、ガンを引き起こす可能性がある。2002年に実施された重症複合免疫不全レトロウイルス遺伝子治療の治験では、4人の患者が治療の結果として、白血病を発症し、3人は科学療法後に回復した。 この点、アデノ随伴ウイルスベクターは常にヒトゲノムの同じ部位に組み込まれるため、はるかに安全でアルツハイマー病などの様々な病気への応用が期待されている。生ベクターワクチンは科学的に弱体化したウイルスを使用して病原体の断片を輸送し免疫応答を刺激するワクチンである。病原体に対するこれらのワクチンとして DNA ワクチンと同様の根拠に基づき、病原性タンパク質を発現するウイルスが現在、開発されている。ワクチンに使用される遺伝子は、通常、病原体由来の表面タンパク質をードする抗原である。これらの遺伝子を非病原性生物のゲノムに挿入すると、宿主の細胞表面で発現し、免疫応答を誘発することができる。弱毒化ワクチンとは異なり、 ウイルスベクターワクチンは複製に必要な他の病原体の遺伝子を持たないため病原体による感染は不可能であるとされている。アデノウイルスはワクチンとして活発に開発されている。猫のインターロイキン -2 を運ぶように改変されたカナリア島ウイルスの株は繊維肉種の猫を治療するために使用されている。レトロウイルスは現在の遺伝子治療アプローチの主力である。 モロニーマウス白血病ウイルスなどの組み換えレトロウイルスは宿主ゲノムに安定した方法で組み込まれる能力を持っている。レトロウイルスは RNA ゲノムから DNA を生成するための逆転者酵素と宿主ゲノムへの組み込みを可能にするインテグラーゼを持つ。これらのベクターは C ト X1 試験のような FDA 承認の臨床試験で使用されている。 レトロウイルスベクターには複製能のあるものと複製欠損性のものがある。複製欠損型ベクターは研究において最も一般的な選択でビリオンの複製とパッケージングに必須な遺伝子のコード領域が他の遺伝子に置き換えられているか、または削除されているため複製する機能を欠損している。これらのウイルスは標的細胞に感染して 目的遺伝子を送達することができるが、細胞溶解と細胞肢につながる通常の細胞溶解経路の継続ができないように設計されている。逆に複製能力があるウイルスベクターはビリオン合成に必要なすべての遺伝子を含み感染が起こるとそれ、自体を増殖し続ける。これらのベクターのウイルスゲノムははるかに長いので挿入可能な目的遺伝子の長さは 複製欠損ベクターに比べて限られている。ウイルスベクターにもよるが、複製欠損、ウイルスベクターで挿入可能な目的遺伝子の一般的な最大長は通常約8から10キロバイトである。これはゲノム配列の導入には短いが、ほとんどの CDNA 配列には適用可能である。モロニーレトロウイルスなどのレトロウイルスをウイルスベクターとして使用する際の 主な欠点は、形質導入のため細胞が活発に分裂している必要があることである。そのため、ニューロンのような細胞は、レトロウイルスによる感染や形質導入に対して非常に耐性がある。宿主ゲノムへの組み込みによる挿入変異は、がんや白血病につながる懸念がある。当初は、 理論上の懸念であったが、モロニーマウス白血病ウイルスを使用した10人のシット X1 患者の遺伝子治療において、ベクターの挿入部位近傍のルモニガン遺伝子の活性化によって、白血病が発症した2例が報告されて、現実のものとなった。レンチウイルスベクターによるパッケージングと形質導入。レンチウイルスはレトロウイルス科の一族であり、 他のレトロウイルスは分裂している細胞にしか感染できないが、レンチウイルスは分裂していない細胞のゲノムに組み込むことができる特徴があり、遺伝子治療のベクターとして使用される。ウイルスゲノムは RNA であり、ウイルスが細胞に侵入すると逆転者により DNA が生成され、ウイルスインテグラーゼ酵素により、宿主ゲノムにランダムな位置で挿入される。最近の調査結果では、 ウイルス DNA の挿入はランダムではなく、特定の活性遺伝子に誘導され、ゲノム組織化に関連することが実際に、示唆されている。宿主ゲノムに挿入されたベクターは、ゲノム内に残り、細胞が分裂するとその子孫に受け継がれる。問題を引き起こす、可能性がある、挿入部位を決定する技術はまだ存在しない。また、プロウイルスは、細胞内遺伝子の機能を阻害し、 がんの発生を促進する、がん遺伝子を活性化させる可能性があることから、レンチウイルスの遺伝子治療への応用が懸念されている。しかし、いくつかの研究によると、レンチウイルスベクターは、ガンマレトロウイルスベクターよりも、がんを引き起こす、可能性のある場所に組み込まれにくいことが示されている。より具体的には、ある研究では、腫瘍の発生率が、はるかに高いマウス系統において、 レンチウイルスベクターは、腫瘍発生率の増加も、腫瘍の早期発症も引き起こさなかった。さらに、HIV の治療のための遺伝子治療で、レンチウイルスベクターを利用した臨床試験では、変異年性、または腫瘍学的事象の増加は見られなかった。安全上の理由から、レンチウイルスベクターは、複製に必要な遺伝子を決して持たない。 レンチウイルスベクターを生産するために、いくつかのプラスミドが、いわゆるパッケージング細胞株、一般的には、ヘック293に、遺伝子導入される。一般にパッケージングプラスミドと呼ばれる一つ以上の、プラスミドは、カプシドや逆転者酵素などのビリオンタンパク質を高度している。別のプラスミドは、ベクターによって相達される、遺伝物質を含む。これは一本リア r n a ウイルスゲノムを生成するために転写され、不再配列の存在によって特徴を付けられる。この配列は、ゲノムをビリオンにパッケージングするために使用される。レンチウイルスとは、対照的に、アデノウイルス DNA はゲノムに組み込まれず、細胞分裂中に複製されない。これは、基礎研究での利用を制限するものの、アデノウイルスベクターは、インビトロ及びインビボ実験でも使用されている。 その主な用途は遺伝子治療とワクチン接種である。人は呼吸器、胃腸、目の感染症を引き起こすアデノウイルスとの接触が一般的であるため、大多数の患者は中和抗体をすでに持っており、標的細胞に到達する前にウイルスベクターが不活化されてしまう。この問題を克服するために、科学者たちは現在、人が免疫を持たない。 様々な種に感染するアデノウイルスの研究が行われている。アデノ随伴ウイルスは、人や他の霊長類に感染する小型のウイルスである。AV は、現在のところ、非常に軽度の免疫反応を引き起こすが、病原性はないと言われている。AV は、分裂細胞と非分裂細胞の両方に感染、可能であり、自分のゲノムを宿主細胞のゲノムに組み込むことができる。 さらに AV はほとんどがエピソームのままで染色体に組み込まれることなく複製することから長く安定した発言を行う。これらの特徴から AV は遺伝子治療用のウイルスベクターとして非常に魅力的な候補となっている。ただし AV は最大5キロビットまでしか発現できず AV の本来の容量に比べてかなり小さい。 さらに、遺伝子治療ベクターとしての応用可能性のために、自己相補的アデノ随伴ウイルスと呼ばれる改変された a v が開発されている。a v が1本鎖 DNA をパッケージ化し、2本産合成のプロセスを必要とするのに、対し、スカブは両方の鎖をパッケージ化し、それを一緒にアニーリングして2本鎖 DNA を形成する。 日本産合成を省略することにより、スカブは細胞内での迅速な発現を可能にする。それ以外にも、スカブは a v と同様に多くの特性を持っている。植物ウイルスは遺伝物質を植物細胞に送達するために一般的に使用されるツールであるウイルスベクターとして利用でき、また生態材料やナノテクノロジーデバイスの供給源でもある。 タバコモザイクウイルスは最初に発見されたウイルスであり、タバコモザイクウイルスから作られたウイルスベクターとしてマグネコンやトゥルボ植物発現技術などがある。ハイブリッドベクターは複数のベクターの特性を持つように遺伝子操作されたベクターウイルスである。通常ウイルスベクターは搭載する遺伝子の長さや免疫原性、遺伝毒性といった点や、 長期的に適切なトランスジェニック発現を維持できないなどの欠点を持つが、ハイブリッドベクターはこれらの欠点を回避するように設計される。ハイブリッドベクターは望ましくない要素を所謀の能力で置き換えることにより、将来安全性及び治療効率の点で標準的な遺伝子導入ベクターを凌駕する可能性がある。遺伝物質を細胞に送達するための ウイルスベクターの選択にはいくつかの輸送上の問題が伴う。治療に利用できるウイルスベクターの数は限られており、ウイルスベクターが外来の侵入者とみなされた場合、体が免疫反応を起こす可能性がある。一度使用されたウイルスベクターは体に認識されるので、同じ患者に再び使用すると効果的に使用することができない。 あるワクチンや遺伝子治療が臨床試験で失敗した場合、将来別のワクチンや遺伝子治療のウイルスベクターを同じ患者に再び使用することができない。ウイルスベクターに対する既存の免疫が患者に存在している可能性があり、その患者にとって治療が効果的でない可能性がある。ワクチン接種でウイルスベクターを使用する場合、非ウイルス性。 DNA ワクチンでプライミングすることで既存の免疫を打ち消すことができるが、この方法はワクチンの流通過程で追加の費用と障害をもたらす。また、既存の免疫はワクチンの投与量を増やしたり、ワクチン接種経路を変更することで克服できる可能性がある。また、ウイルスベクターのいくつかの欠点はハイブリッドベクターを使用することで克服できる可能性がある。 ありがとうございます。